ティラベリ州フランス語、リージェンでティラベリーは、ニジェールの行政区画。面積は、約9万平方キロメートル。2011年、の人口は約257.2万人。州都は、ティラベリ。ティラベリ州は、ニジェール西部に属する州で、南オベナン、西オブルキナファソ、北オマリと国境を接している。首都ニアメ州と特別区を域内に含んでいる。 域内にニジェール川が流れている。ティラベリ州の県ティラベリ州は、6県に分かれる。ティラベリ県、フィリンゲ県コロ県、ウアラム県セケンテラ県2019年12月10日、10部総集団が、隣国マリとの国境付近にある、軍事施設を襲撃。政府軍側に71人の死傷者を出したほか、複数が行方不明となった。後日、イスラム国西アフリカ州が、 犯行声明を出し、兵士100人以上を殺害したことを主張した。2020年1月9日、重武装集団が州内の軍事施設襲撃。政府軍側の兵士が25人死亡、襲撃側の63人が死亡した。2020年2月21日、ニジェール政府軍は、フランス軍との合同作戦で、テロリスト120人を殺害。 爆弾製造設備や車両を押収したことを発表した。ありがとうございます。